文化放送ポッドキャスト QR 今週のメイン d ッシュはゴールデンラジオ初登場元女子プロレスラーのブル中野さんですよろしくお願いしますどうもうもど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 いもどう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 も っていうかこんなに綺麗な方がちょっとびっくりしちゃったんだけど全盛期の時すごかったですもんねそうですねメイクがメイクも派手でしたけど体がすっごいでっかかったじゃないですか115キロぐらいありました太ももすごかったんですよあそうそれのギロチンがすごいんですってギロチンって何だってだからねアジャさんとね鏡デスマッチ伝説の あれ何メートルでしたっけかなり3メートルです三メートルで三メートルからギロチンやったのギロチンってどうするの太ももであの首に落ちるああそはいあの大股開きにして大股開きにしてあれってお尻からでってつくじゃないですかでも尾手骨おるんじゃないかとかもそうですねあの脂肪がいっぱいあったんで結構弾んで大丈夫でしたすごいんだでも微妙だよねあれはだってあい 手の組にもね、うん、負担をギリギリなところに置いとかないとだからといってあのケツから落ちたんじゃ自分が痛いしねそうですね、うん、微妙なバランスで落とさないと相手もきつくなっちゃうしねそうですね自分もきついし自分もきついし,ついしはいあれが何年らいですかね、はい、後半ですかねはい俺ねあのダンプ松本さんに、うん あのウエスタンダリアと食ったことあるんだ。うんどうでした？気持ちがいいんだよ。なんか知らないふ <laughs> い腕がね、首にボヨーンと入ってるな、ね、<laughs> あれなんかこうなんかこうなんだろうな。わざわざなんだろうけど。 ちょっと気持ちよくありません多分なんか落ちる瞬間なんですかね落ちる瞬間だったんだろうね <laughs> 気持ちがいいっていうのはああ落ちたことあるんですかその<あ>落ちるみたいなことは落ちることはなかったんですけども、うん、結構落ちやすい人はすぐ落ちて、うん、落ちちゃった方が気持ちいいって言います、ねうんうん、そう言うよね柔道の締め技と一緒でウェスタンナリアードでも落ちちゃうんですかあれ ご注記憶が飛んじゃうときありますね。うんうん、あの脳が揺れるんで、はい、多分脳が揺れてらしたんだと思うんですけど。うん、<laughs> それで私こんななっちった <laughs>、うん。飛んじゃったんです。それそして白髪になったんです。<laughs> <laughs> 一瞬のうちに。へー。へー昔やっぱり。はい よく絡んでもらっていただけました僕ね、いや、多分ね、1、2回はどっかで絡んだような記憶があるんですが僕もすみません、お互いにもう、26年以上前のことなんで、たぶん、夕焼けなんんとか、夕焼そうですよね、あと、毎度お騒がせしますとかで、必ず出てた時のあの時代ですよね、絶対夕焼に絡んでますでもさ、あの時、ずっとメイクだったの、今日う来て、本当にお綺麗なんで、ちょっとびっくりしちゃったんだけど。 <laughs> ねえダンプ松本はメイク取った後も知ってるよ、よね、結構ブサイクだったでしょ、<laughs> <う>だからお俺、失礼じゃないですけど、同じようなもんかなと思ってたんだけど、<laughs> 全,然全然違うじゃない、だきれいを隠してたののい,やないです美し美あの。 でも会社に無理やり明け役になれって言われてそれってある日突然なんですかヒールとベビーフェースって年が明けてからすぐ明け役になれって言われて年が明けてって新人で入って入って1年目はベビーフェースでやってたんですけど来年からはダンプの下につけっていうふうに何歳で入ったんですか15歳で15歳でこの業界にプロレス業界にそうです15歳の時は大きかったんですか相変わらず大きかったです でも、ガリガリでしたよね、すごい細いやっぱ初めは細くて、そこからどうにか大きくしていきました、食べるものがなかったんで、お金がなくて、買えなかったので、本当に先輩が残したものとかをこっそり食べたりして、そんな、そんな縦社会なのそうですね、初めの、初めの給料が4万5千円でもう、あの、 やっぱ T シャツ買ったりとか練習着買ったらもうなくなっちゃって、うん、でも食べるものが最後はないんで、うん、あの本当にゴミ箱から先輩がいただいた差し入れを載せてあったら、もうどうにかそれを食べて生き延びてました、えー、<laughs> その当時の先輩っていうのは、やっぱり人気者だったんです,かすそ,うそうですね、ジャガー横田さんとか。あそうか、はい、ジャガーさんとか、それから、はい、あれクラッシュギャルズってなんだっけ、ライオネル・ライオ飛鳥さんとか、そうか、そさんたちはあれ、何ギャルズだっけ、クラッシュギャルズです その人気を見て入りたたいいなと思っんですかや私が入ってから暮らしやつができたんで、私が入るときは、ミミさんがまだ判決出して踊ってるときですね、ミミ、萩原さん、ちちっゃい方ですよそうです、細くて、その方がリングで歌を歌いながら、ちょっとお尻、ちらっと見せるみたいな、そういう時代だったんで、でなんでまたそんなこ入ろうと思ったんですか、それ、ちょっとぐらいいいかなと思ったんですけど、猪木さんに、アントニオ猪木さんに憧れて。 強くなりたいがそうです、ね、なんかなん小学校の時に初めて猪野さん試合見て、はいうん、小学校5年生だったんですけど、うん、私は今まで生きてなかったなって感じたんですよそのプロレスを見て<え>で何かし <laughs> 試合を見て、うんはい、何かしなくちゃと思って、うん、それでなんかプロレスってこんなに感動させるのは何なんだろうってすごい研究し始めて、うん、最後はなっちゃいましたへ、うんね、えそこえで 15歳からそのヒールのトップに上り詰めるまでの時間ってどのくらいだったんですか、はい、何歳ぐらいでこうえともう次の年、16歳からダンプさんの下につかせてもらったんで、歳から名イベンターでしたでもあの、ね、ほとんどやれることは何もなくて、えー、と最後、アジャとかと、うん、あの名イベントを張れるようになったのは、はいはい、入ってから10年ぐらい経ってからですかね。はいはい 体が突然でかくなったんですイメージがあるんですよ、ブルさんが、なんかそうですねあの、本当に太りたかったんですけど、なかなか太れなくて、うんで、ダンプさんの下に着くようになってからはお給料も上がってきたんで、うん、食べれるようになったんですけど、うん、でもそれでもやっぱり100キロを目指して頑張ってたんで、なかなか太れなくて、うんあの、そうですね、男性ホルモン打ったりとか、いろいろしました。 ちょっとかんないけど格闘技に行くていうのと例えば太りたくてっていうのと女性らしいのとはちょっと相反するような気がするんですけど17歳の時に半ハゲにしたんですよ、半今は2ブロックとか言ってますけど私、初代2ブロックやったんですけど半ハゲにしていて半ハゲって頭半分毛はあるんだけどこっちの半分は全然こっちやってるみたいな形になる。 ハ半ハゲそうか初代半ハゲですねそうですねジードラゴンよりちょっと先でしたあじゃあおしいなこっちから言うとあの女系あるぞ」と反対から見たら「あっ系ねえな」ってそう一人であのふすまげができるそうですねその時にもう女を捨てました何でしょう16歳17で17で17で覚決めちゃったはいあのもう私の生きるみ… 世界はあのリングの中だけでいいと思って、うん、っ生活はもう一切いらないとうに決めたんで<っ>その時から始めてなんかレスラーになれたのかなっていう女を捨てたはあ当時のずっと女やりたくて未だに女の方にうまくいってない人もいるんですよねここ <laughs> <そ>の <laughs> 私なんですよ <laughs> もう20年ここの世界にいるけど <laughs>、うん、うそ捨てたわけじゃないよね <laughs> 捨てたわけじゃないんですよ、はいうんね だからなんかわかんないけど、うん、周りが普通の人が、周りがヒールやれやれみたいな元気なヒールだもんで、<laughs> でヒールって大変じゃないですか。そうですよね。なんだろう。 思ってない方向のキャラクターをよどん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 転がってって止められなくなっちゃうじゃないですか。だってしかもあれでしょ。もうお客さんにはもう嫌われるわけでしょ。憎まれますよね。あん時のクラッシュの客なんて中学生の女子だう毎日なげられてました。毎日投げらね。俺もねそっちの方なちょっと快感はあるんですよ。でもあの悪役をなんか突き突き詰めるとやっぱいい役になって今すごくいいダンディ。いいダンディじゃない。この間の高骨の 老人の役やってましたけどはいああ愛想まあ年取ったらそうなあの障害ね脳障害を受け取るあの老人の役をやらせていて初恋ってやつでね眠れる美女とかの老人やってほしいななんでそれって眠れる美女ですかっけ眠れる森の美女眠れる森の美女あの人あの人トンネルを抜けるとそこは不思議な国なりです雪国だったの人川端康成なんでお前全部俺が言うんだよおかしいだろお前 ローフみたいな感じ。あの、あの、あれの、の、てか。でもそうやって嫌われた。まあ、男はね、そうだけど、女の人だって。あの、まかり間違えば、片っぽは、ひ、ヒーロー、女性の。そうだよ、ベビーベース。ね。みんなが応援して、みんなが泣いてね。はい。それを、なんか鎖とか、なんかで縛ったり。で、いろんな、ブルさん、なんでした、武器は。なん、なんちゃった。粘着で。うわ。 で,でも、うん、あのやっぱ17歳にしてはいいお金もらってたんで、うん、まあいやっぱあの時は <laughs> ああの手渡しで現金だったんで、うん、やっぱしやだなやめようかなと思ってても、うん、やっぱ現金手にすると、うん、また来月頑張ろうみたいな。 ことはありました前場ってバス移動じゃないですか、1年のさ、250試合とかやってるんですよ、前場全然来てもいいうですねか、いつら、な何回ぐらい見てるの、ブルさん。いや、全然見に行ってます、全然見てないです、90年代私、もうプロレス大好きで、本当に女子プロの一番盛り上がってる時ですね、本当に対抗戦とか、もうちみどろになってる時もうみんな、誰か死んじゃうんじゃないかっていう試合するの、みんながもうエキサイトしすぎて、その時の全部、ほとんど見てます。知らなかった すごいんですまあ大体はね、ある程度は決まってることもあるんだろうけども、そうだからね、でも時々それがガチになるの本当に多団体の人とか、あとんかあの中でも、気の合わない子はいるんで、さくッとやっちゃいますけどあそこ、同じだから、ぜひ聞きたいのは、バス移動ですごく狭い世界で必ず一緒に移動しなきゃいけないじゃないですか。そうううい時とかも 後半の方は前スがも儲かってからは悪役といい役はバスが別々会場ついて同じバスから出てきたらちょっとがねも夢を壊しちゃいましたねへえ面白いだからその時に若手でブルさんとかは若いのに試合に出れたじゃないですかそうすると先輩だけどそんなに試合までそんなに。 いい試合出れない人がおるじゃないですか、そういう人とどういうふうに関係、その狭いバスで大変だろうなと思って、そうですね、すごく一応、会社の中では上げられたっていう形になったんで、すごいはありました周りから、周りから周りの先輩からとか、やっぱり、やっぱり同期でも私だけが飛び抜けたんで、やっぱりそういうのはありました、もう本当、落そういうの試合に出るわけ、そうですね。 やりすぎにやられたってのは、どんなこと、やられすぎたっていや、本当に毎日殺されちゃうんじゃないかなと思ったんですけど、それがだんだん慣れてくると、今度、殺しちゃうんじゃないかなっていうふうに変わってきて、ああ、すごい世界だな、最初、殺されちゃうんじゃないかと思ってたもう毎日朝起きるの嫌で、もう夜寝るときに、このまま起きなければいいなって、ずっと寝ていたいなって思ったんですけど。 起きたら毎日試合だったんで、でもそれがもう、やられることもだんだん痛くもなくなってきて、うん、あと感情も、うん、あの悔しいだけになってきて、うん、あの痛いから怖いからっていう気持ちがなくなって、うん、であとはもう、やり返すしかないなっていうふうに変わっていきました、うん、あれ、何が一番っけ俺見てたりさ、オーソドックスだけど、あのバックブリーカーとかあるじゃない、あんなの後頭部からさドあ、マットに行く人いるじゃない。うん、あれ 一回肩、れ肩が当たれば当たったで、はい、その反動で余計首がガンって後ろ行くでしょ、はい、それがマットにいくわけでしょ、大丈夫なの、ね、あれ頭から落ちるのが得意な人と、うん、得意じゃない人がいるんですけど、うんあの、得意じゃない人は本当に毎回毎回、極走筋になってます、やっぱ脳が揺れちゃって、試合を自分がやったのか、やってないのか分からなくて、そんななすごい世界なの、はい、また試合に行こうとしちゃうんですよ。うん こでも、まあここ、自分が例えばバックブリーカーとかにいろんな技して、はいはい、パンってあこれ、相手入っちゃったなって、うんあの、決まりすぎちゃったなって時あるわけそうですね、それからもう入れちゃおうと思ってやっちゃう時もあるし。うん すごい丈夫すぎるちょっと怖いいやでも私も初めからこんな性格じゃなかったんですホントに最初からそういう性格なのかって違います本当に気が弱くてもう心中の時にやられすぎてもうこれだったらやられる方かやる方かもうどっちかにしなくちゃいけないずっとやられててもいいんだったらこのままだけどなんか変わらなくちゃいけないぞと思ってこんなふうになっちゃったんです 生きるためにそうです。地味に痛い技って何ですかあ、グーパンチかなグーパンチが確実に痛いですかプロセスの手がどうやって言ってんだろうと思ってミサイルテ痛いっていう話グーパンチでも本気で入ったら気絶するでしょだって音のしない方が痛みが伝わらないんでお客さんにだから痛いですねじゃアジアのあれはあ裏剣とかもあれはなんかでもこう 動きがすすごくあるかからいいいじゃなでただこうパンチをするっていうのはこう短い距離だし、うんうん、でお客さんに分かりづらいんでお客さんが「うわ!」って湧いてくれたら痛くてもまあしょうがないかなと思うんですけど湧いてないのに痛いともうふざけんなよと思って。<laughs> <laughs> <laughs> そまあもう本当ね例えは違うけど笑いでもハリセンとかの使うでしょ相手て頭引っ張られたりするでしょボケの人に聞いてみると受けなかった時は痛いんだってねそうです痛いわよ同じだ受けた時はね不思議に痛くないらしいよんかおじさんが喜んでくれるんだったら何でも変な脳から出ますよね頑張れ汁が頑張れ汁変な話ですうちょっと話ちょっとエッチな話だけどおっぱいとか出ちゃうことないの あポロンですかポロン。えっと、そうですね。競泳用の水着とか、ちゃんと作った水着だったんで大丈夫です。昔の選手は売ってるやつをそのまま着てたんで、ちょっと結構ポロポロしてました。ポロポロしてました。本当私が見る限り、ポロリはないもんだったら、それもすごいなと思ってた。プロだなと思って。みんなちっちゃいんじゃない大きいのに。そんなことない。かっこいい小さいですより、またずれる方が大変じゃんと思って。またずるはあの このずれないように紐が入っててギュンギュンに縛い縛いてるんであの半半半股とかないですかね股でしかねこちらちょっと専門用語でよくはね半股って何ですかなんかわかんないし専門用語でたまにあるんですけどねないですほとんどほぼないですね半股って言うんだ半股って今日テレビだから半股なしねそういうそういうことになるわねやるよ いい世界だな <laughs> すごいですってホン恋愛はどこでしてた恋愛は一応お酒タバコ、うん、男は禁止だったんででしょはい隠れて多分皆さんやってた人もいたと思います昔の前兆が25歳引退でしたっけはいそうですそれっていつぐらいなくなりましたっけ、はい、えっと最終的に会社がなしと発表してくれたのは私が25過ぎてからですね、うん、ああ25過ぎてからはい、はいうん 最終厳しいね、参勤で25で引退でとか、うん、だけど、年間250周すごいですよ、プラっぽですよって、<laughs> 365日しかないんだよ、だってそれで、だってベッドで寝てないですもん、うん、夜、バスで移動で、そうですね、すごいんですって、君はなんで女子部にな,なりたかったの 君は女子私ね、女子幼少期からちょっと、いまだになんですけど、拳で男と対等になりたいという気持ちがどこかにありまして、うんうん、もし、うん、私が拳、この人と対等だったら、どういう会話をして、うん、どういうことができたんだろうって、うん、子供の時からやたら思う子供でとにかかくく強くなりたかったんで、すね、うんうん、男子との対決はなかったの ないですね。男子だな。うん、たまにしか。街中で。あ、ないですよ。あ、そう。それは、もう、あの。勝ちます。ギャラ発生しない限りは、絶対痛いことしないです。この辺がプロだね。うん、そう、強くなりたいから。で、格闘技大好きで、女子で強いっていうのが、まあ、とにかくかっこよくて、憧れて。なりたかった、なりたかったんですけど、もう。あれが無理だったもん。スカート五百回とかだった。んです入門。 あれがそうで腕立て200回とか、それできないと、まずテスト受けられないんです、テストがそれなんですよ、絶対無理だと思って、回以上やれなでも今だったら、結構細い選手がいっぱいいるんで、いけると思います、41です十一41で、だから年齢制限もなくなるど、この団体でもみんな、すごい引っ張ると思います、引っ張りだこだと思います。 えと体の外傷とかなんかどっかに傷とかできてないんですか？あ傷はいっぱいありますあそうですねあごも。あごなんそれなんかなんでやられたんですか？あのこれアメリカで試合してる時にあの蹴りでやられました。蹴りで、蹴りがあごに入って割れちゃうれちゃ、パックリ骨が見えちゃってで縫ったりとか。骨が見えちゃってそんな簡単なことじゃないでしょ。骨見えちゃ。あのパックリ割りすぎて血が出なかったんですあの切れすぎて、で骨が見えちゃってですぐ押さえて。 抜りました。頭の中とか切れてないですか。はいありますねいっぱい。えあるんですか。あります。あだそれはまたどうして。どうしてあのやった分やり返されちゃったみたいな。すごい笑っとるけどねもう本当にえじゃもう世の中怖いことあります。あでもあの。 プロレスやっていた時の苦労よりも辛いことはこの先の人生ないと思うんで何でもできますねそうだよねすごいねなんか今お店の方も成功してるって噂聞いたんですけど中野の北口で中野のブルちゃんというダイニングバーをやっているんでもしよかったら来てください中野の北口をどどの辺に行くんですかもう誰にでも中野のブルちゃんどこですかって聞けば分かると思います誰にでもわかります中野の北口降りてブルちゃん。中野のブルちゃんどこだこれをリアさんお酒を出すはい ダイニングバーですねいらっしゃるんですはい毎日いますあとブルさんとこに行くとダイエットメニューとかなんかダイエットの仕方も確認してもらえるってはいわかりました旦那さんの話も聞きたいんだよなどうやって旦那さんと知り合ってとかはい旦那さんはムエタニス選手らしいですはい仲よろしいですかはいいいですえやっぱりアイデいいですか そうですねあのプロセスティングできなかったんで今思い存分青春してますはい水谷さん三浦さん次回聞きたいこといっぱいではしらいの技の話次は来大丈夫ちょっと来てください水谷さん水谷さん閉めてくださいはいお時間が来てしまいました今日のゲストはブル中野さんでしたありがとうございましたありがとうございました。